はい、こんばんは、ポンちゃんです。さあ、風邪をひいていますけども、一本動画を撮りたいと思います。今日はですね、プープーのビンチのレビューを撮ろうと思ったんですけども、RPM との比較をですね、しながら、まあ、簡易レビューみたいな形でできればなと思います。ね、最近話題のビンチ X ではないんですけども、ビンチですね、こちらやっていきたいと思います。で、ちょっと使用感のあるものを、ね、使うんで新品のものではね、ないんですけども、手元に参りましょう。手元に来ました。パッケージはこんな感じですね。まあまあまあ普通ですかね。いろいろ書いてありますけどね。はい、中に何減ってるよとかっていう、まあここら辺はもういつもの感じです。はい、中を開けるとこんな風に収まっています。で、ポットがもうついている状態でも、コイルは入っていないですね。こっちに別で入っています。コイルで、これごめんなさい、もう、ね、使っちゃってるんですけど、メッシュコイルで本体と、はい、こんな風になっています。プープーと、うん、見た目はもうね、似てますね。とても似てますね。大きさもほぼほぼ一緒。ビンチョがちょっと長いかなって感じですね。一応これが、104ミリだったかな。104ミリなんで、まあ、ちょうど4ミリ、5ミリぐらい、この RPM とは違うっていう感じがしますね。太さはほぼ一緒です。25.3 なんで、これは確か25ぐらいじゃなかったっけ。なんで、ほんのちょっと太い感じです。重さもまあほぼ変わんないけど、ちょっとこっちの方が重いかな、ちょっとだけ。でもあんまり変わんないと思う。で、これをね、中取るとここにまあオプション品が入って、オプション付属品が入っていますので、付属品の中身は、まずは充電用の USB ケーブル、これはマイクロ B、 一般的なやつですね、 C ではないと。とあとまあ紙類ね、なんかこういうやつ、チップですよとか、なぜかギフトカードとかワランティーカードとかですね、ここら辺が入っていて、で、1枚ですね、こういうカード入ってます。これはエアフローの説明が書かれているカードですね。はい、これ今回のビンチは一応エアフロー調整ができるっていうものになってきます。これは RPM との違いですかね。はい、では本体を見ていきましょう。はい、こちら本体です。よいしょ。ちょっと指紋がね、結構目立つんですよこれ。なので、お見苦しい感じするかもしれないんですけど、ちょっとそこはごめんなさい。で、あとこれですね、結構使用しているものなので、こきつあります。で、新品はそんなことはないので、そこはご安心くださいというか、ご理解いただいて見ていただければと思います。ではね、マニュアルを見ながらですね、ちょっとご説明をいたしますね。これ、日本語書いてないです。はい、英語の、ね、ところを見ながらやっていきましょう。ビンチモッドのこれスペックなんですが、サイズ77、多分77は、これは、ここが77ですね、ここが。で、25、多分これは太さのことを言ってるんですが、測ると 25.3 ちょいあります。で、27が多分ポットの大きさですかね、ここの大きさだと思いますね。で、まあ合わせると104ミリだね、ちょうどいいと。で、キャパシティ、これバッテリーが 1500mAh あります。で、5W から 40W で調整可能。アウトプット 3.2、4.2、3.2 から 4.2。で、チャージングボルテージは 5V 1A。まあ、USB 1A で充電してねと。で、体温抵抗値が 0.1 から 3.0M と。この辺ね、RPM と結構違うかなって気がしますね。RPM って 1W じゃなかったっけ？RPM は、ね、1W からいけるんですよ。で、上限は一緒ですね。ただ、確か RPM さんは、これ 0.1 じゃなかった気がする。もうちょっと上じゃなかったかな。はい、後でちょっとテロップ出しておきますね。なんで、スペック面ではちょっと違いありますね。意外とあるかなというところです。はい、で、ポットキャパシーがこれが 5.5 ミリ入ります。これ一応スタンダードエディションって言われていて、EU エディションがあるんですね。EU は 2ミリまでしか入れられないんで、それは別のものが売っているという感じですね。はい、で、付属のコイルが 0.3 オームと 0.8 オーム、2つ、2種類ついていますね。この 0.8 オームのやつ、これがまあ普通の、なんていうの？このコイルが巻かれてるやつで、もう一つの0.3 はメッシュですね。これもうね、使用済みなんですけど、こんな感じになっ
こんな風になっています。ちょっと汚いんですけどね、メッシュです。ではちょっと見ていきましょうか、本体ね。1,2,3,4,5 5回で電源入ります。これもまあいつも通りですかね。でまあここでね、こうワット数を変えられると。でこことパフと上だったかな、これを長押しするとロックがかかります。これでパフもできない、まあ要は何もできない状態になるという感じです。でもう一回長押しをすると解除されます。で今ねパフカウント0なんですけど、マイナスとパフをこれ長押しをするとパフがリセットされます。でこれいるのかよっていう機能が1個あって、ここをねこの上と下、まあプラスとマイナスを長押しをするとこれ、ね、過去の吸った履歴が分かるっていうね、この過去14日間のパフカウントが分かるっていうねいるこれっていう気がしますけど、昨日18パフしてますっていうね、昨日ハンドはねこれ取ろうと思ったんですけどね、体調が悪くて、取らなかった。で戻るときは、パフボタンを長押し戻ります、はい。で、これ3回押すとここにあの P って今出てますけど、これオートパフとあとこのパフボタンを押して吸うのとあと、両方同時っていうのが選べます。今は P なんでこれを押して吸うっていう、まあ普通のベイプのスタイル。3回押すとオートになります。こうするとまあ吸えば勝手に電源が入るというかパフされるよっていうモード。もう1回押すとまあ両方ですね、まあ、私はこれかな。普段ね通常の普通のベープ使ってるんでこの方がまあいいかなって気がしますね、はい。内側はこんな感じです。ちょっと吹き返し入っちゃってますけど、まあ一般的な感じで、まあここに、マグネットがあるので、これポット自体はマグネットで止まる感じですね、はい。まあいいですね、この前かなりしっかり止まる感じです。全然問題ない。でここねチャージはここですね。まあね、高級感ありますね。まあ、持った感じもね、いい感じ。結構私は好きな感じかな。ちょっと見てみますか、これと一緒に。よいしょ。まあ、この画面の感じとかはね、人によるんでしょうけど。ああ、マックスパワーと。よっ、ね、こっちの方が早いね。どうでもいいかこんなのは。どっちがいいかはもう見た目はもうわからないですね。好きなの使えばっていう気もする。あとはまあここか、このポットの取り付けが、こいつはマグネットガチャッと、でもこれは、押し込み型というかガチャッという感じ、まあ、その違いはありますね。悩ましいけどな、どうでしょうかね。別にどっちでもいいような気がする。で一応保護機能もちろんついています。ここもねなんかもういっぱいついてるんですよ。一応軽く紹介しますと、こんな風についてます。もうオーバータイム、まあまあパフ時間ね、パフ時間でしょ。あとオーバーテンプチャー、まあ温度、オーバーカレントなんで、これは過放電かな、過放電保護で、オーバーチャージ、過充電保護、ローバッテリーので低電圧保護、オートマイザーショーと、あのマックスパワープロテクションと。マックスパワープロテクションがねちょっと私よく分かんなかった。さっきのあれかな、さっきのこれオラーって上げていったらこれのことですかね、多分ね。これはねプロテクションって言うのかな、41ワットにはならないよっていうことかもしれないけど。じゃあコイルを入れていきましょうかね。これポットです。これ、洗っちゃって、なかなかね、水が抜けないんですよ、これ。これはね、嫌な人は嫌かもしれない。RPM はここまではいかないです。よいしょ。こんな風に違うんですけど。まあ、結構違うね。こうやって見ると。こんな風になっています。まあ、でも似てる？似てるといえば、まあ、とても似てるけども。結構ね、中は、こいつ本当にね、なんか、ただの四角い空洞なんですけど、これはね、いろいろその、入り組んじゃってるんですよね、中に。なんで、水がね、抜けきらないというか、これ一晩、実は掘ってあるんですけど、全く乾いてない感じです。はい、
じゃあコイルを入れていきましょう。まずはやっぱりメッシュですかね。メッシュ入れましょう。これが 0.3 オームの付属されているメッシュコイルですね。PNP-VM1 0.3 オームで、推奨が32から40ワットです。で、これもう、ね、使っちゃってるんで、ちょっとね、なんかお見苦しいですけど、なんか一応こんな風にメッシュになっていますね。はい、これを、ね、入れていきます。これは、ここのオーリングと、ここのオーリング、2箇所のオーリングで止まるような感じです。でも、使い方は簡単。刺すだけ。これで OK。はい、で、漏れなんですけども、3日間、4日間かな ?4 日間、なんかいっぱいにして、このままこう放置しても、全く漏れなかったです。ピンチね、なんか漏れるっていう話も、ちょっと聞いていたんですけど、この個体については全く漏れなかったですね。で、3日間、まあ、4日間、4日間のうち、多少パフしたりはあったかな?多少はパフしたりあったんですけど、これは、まあそういうことは全くなかったですね。面白くないという感じです。で、これをここに入れると。で、これが一応向きがいろいろあって、まずですね、こっちがこっちなんですけど、これ縦もね、入らないですね。こう入る。今入れた瞬間にこれ35になったので、0.3 オームのメッシュっていうのをこれ判断しています。例えば、これで、こうなると。まあ、自動的に一応推奨値まで変わるよっていうことですね。よいしょ。じゃあ、リキッド入れましょうか。リキッドウィルは、ここから。この辺ももう RPM とそっくりかな。ね、似てますよね。こういうのがついてるんで。今日入れるとは、久しぶりにこれを入れましょう。はい。メロン紅茶。紅茶感あんまないんですけどね。メロン紅茶入れていきます。ただね、この 5.5 ミリってなかなかの容量で結構入りますよね。こんな感じ?どうかな?入りましたね。これぐらい、こんな風に入ります。まあ、いいね。これ、見やすいね。とても見やすいです。これはね、こいつとは大違い。これわかんないんですよね、どれぐらい入ってるのか。ね、取りはわかるけど、全く見えないんで、ここは、大きくリードというか、大きなポイントかなと思います。ガチャッと入れると。もうこれで OK です。ね、すごいでしょ?エアフローがね、実はこれは2段階ありますと。で、それがですね、まあ、さっき入っていたこの紙にも書かれているんですけども、これね、この向き、こうつけるか、こうつけるかでエアフローが変わるということになりますね。このリキッドフィルの口が、これね、これが、まあ、こっち面、手前にある場合は、これが DL。で、こいつが後ろにある場合は、MTL ということになっています。ただね、まあ、あんま変わんないかな。で、MTL とは言ってるけど、DL です。私からすればこれはもう DL でいいと思います。このね、メカニズムがね、まあよく考えたなというか、かなり頑張ったんだろうなっていう気がするんですけど、これ分かりづらいですよね。ここにへこみがあるんですね、ここに。で、それがまあ、こう入る。そうすると今この1個目のこの穴の半分ぐらいが、ここの、まあ、かかるっていうか、こうなるでしょ?そうすると、ここから、この 0.5 ぐらいの穴からしか空気入らないんですよ。で、これを逆さにすると、今度は、ほら、ここに穴が開いてるというか、穴というか、まあ、凹みがあるんで、これはこうなるんで、この3つの穴から、まあ、エアが取り込まれるっていう、まあ、単純なんだか複雑なんだか、まあ、よくわかんないような仕組みですね。で、今はこれ DL にしときましょう。はい。ちょっと吸ってみますね。うん。うまいね。これはうまいね。RPM はね、もう本当に心が空いてるだけなんで、まあこれをね、ベイプリングで塞ぐとか、そういうことをしないとできないんですけど、まあこんな風にね、なっています。こちらがもう一つのコイルはこれです。PNP-R1 0.8 オーム。で、12W から 18W。これが一応 MTL ということで、付属していますね。中はまあ普通の線、これは多分単線ですよね。はい、
MTL 向けということなんですけどね、どうでしょうかね。ちょっとこれも試してみようと思います。これ付属してるやつです。今ね、これ MTL の0.8 オームのコイルを入れて、今リキッドをね入れました。ちょっとリキッド少なめに入れましたけどね。あとちょっとメッシュねまた変えますので、ちょっと少なめですけど入れてみました。ちょっとこれで、ね、待ってみます。今ですねいじくりましてて、さっきのマックスパワープロテクション意味が分かりました。これですね、ぐーっと上げていくと 18W でマックスパワーですよって言われちゃうんですね。このプロテクションだったんだなっていうことですね。はい、大変失礼いたしました、はい、なのでコイルのこのコイル一応推奨がまあここまでなので、まあ、これ以上はダメですよっていうことでプロテクションがかかりましたね。はい、ではですねちょっと早速吸っていこうかなと思います。もう多分他にないよね、あんまりないかなと思うんで、まあちょっと簡易レビューということで、これがないぞっていうのはちょっとご勘弁いただいて、あとはやっぱりこれとね実際吸って吸い比べてお前はどう思うんだっていうところはですね、引きのカメラで撮っていきたいと思います。はい、引きのカメラに戻りましたちょっと吸っていきたいと思います。今ですねこのビンチには 0.8 オームの一応 MTL 向け、とされているコイルが入っています。でエアフローは一回全開にしましょうかね。 DL 型、まあ、多分本来この使い方じゃないんでしょうけどね。でワット数は、上限が18なので15ぐらいにしておきましょうか。15ぐらいですってみたいと思います。うん、これはね DL ですこれはこれは MTL ですな、厳しいな。ちょっとじゃあこれをですね180度変えて、これで一応 DL 設定、まあ3分の 0.5 空いてる感じですね。これ吸ってみます。DL も MTL もできない感じです。 DL にしては重いし MTL にしては軽い、まあね、その絶妙な、ね、間を取ってきた感じですね。これはちょっと、ね、あれですね、まあ、中のコイル、いろんな種類出てるんですよ。今回は付属の2種類しか、やってないけど、そのコイル、別の、もっと MTL 用のコイルがあるのであれば、いけるのかな。そうですね、さっき紹介し忘れてたんで、はい、こちら、はい。こんなのが出てます。まあ、この中で一番重そうなやつを選んで試してみるっていう方がいいかもしれない。この付属の 0.8 オームは MTL にしてはやっぱ軽いなっていう感じしますね。まあ吸えなくはないけど、で、味はですねまあまあ出ます。これなんかあんまりすげえ味出るって感じじゃない気がする。18W にしてみましょうか。18までいくとまあ出てきますけど、まあこれはこのコイルはちょっと向いてないかな、個人的にはね。あんまり私は多分ねこのコイルでは多分吸わないかなというところですね。ちょっとコイルをですね、もう一個の爆炎のメッシュの方に切り替えてみましょう。はい、こっちですね、こっちの 0.3 オームのメッシュこっちに切り替えましょう。こっちの方が好きですね。で、リキッド同じものが入ってます。で、これで、まずは DL を試しましょうかね、はい、DL 型で、また入れるとちゃんと35に戻ってくれますね。いいね。うまい。これはこっちですね。で、これをまた180度変えて、今度はまた DL、エアホールだけは DL ですね。3分の 0.5 空いてる感じにしてみました。これですると、まあ、どうなるのか。多分ですけど、これが一番足出る気がしますね。で、重さはもう本当に DL なので、これね、
MTL のエアフロー、DL のエアフロー両方こう切り替えてもそんなには変わらないです。一応その違いはもちろん体感できるけどそんなには変わらないかなっていう印象ですね。で、まあ、味の濃さがやっぱりどうしても 0.5 分けというか、まあ、MTL 型のエアフローの方がもちろんやっぱ味は濃く出るので、これの方が美味しいかな。まあ、総じて美味しいんですけど、どっちもね美味しいんですけど、味も求めるんだったら私はこの MTL 型の MTL 側にした方がうまいような気がします。ちょっと下げてみますね。 25W にしてみましょう。あんま変わんないね。 40W 全開。うまい。でも35でいいな。これはうまいね。うまいです。これちょっと RPM もう一回すみません。これ RPM も同じリキッドが入っていますね。これは 0.4 オーム、今は 0.44 オームです。まあほぼ同じなんですけどどう違うのかやってみますね。どっちかな。なるほど。ですね、この2つどっちがうまいって言われたらビンチかもしれない。そんな気がしました。多分ですね、味の出方は結構明確に違くて、どう言ったんだろう、ビンチの方が、香りが出るというか鼻から抜ける分の香りが出る。なんつうんだろう、通常のそのアトマイザーだとこうサイドのエアフロー、サイドエアフローがちょっと効いてるような感じがしますね、ビンチの方が。で、かたや RPM はどちらかというとストレートな感じですね、まあ、ボトムエアフローみたいな感じの出方がするかなっていう気がします。ただ僅差、すごく僅差ですね。なんかこうミストのこう味をなんかまあ10だとすると、ミストの味10を味として出すのは RPM、 10のうちの2割を香りとして出してくれるのが、ビンチ。そんなようなイメージ、あくまでもイメージです。そして個人の感想なので絶対ではないですよ、もちろん。でもなんかね、そういう違いがある気がしますね。なので多分このビンチの方がお菓子系のリキッドとか、それこそ今だとタバコ系のねリキッドとかはもしかしたらビンチの方が合ってるのかな。でもね、両方ともうまいんで、もう本当にすごいこうレベルのこう高いところでのね、その差ですけどね、どっちがダメとかどっちがいいはちょっとこう落ち着けがたい感じはします。ちょっと30ワット対決しようか。こっちだなちょっと私は RPM ファンでずっと押してたんですけど、吸い比べるとね、やっぱ分かりますね。さあ、どうでしょう、参考になりましたかね。なかなか難しい比較ではありましたけども、これから買うんだったらビンチもありかなという気がしますね。まあ、ビンチ X がね、もうすぐ出ますからね。それが多分同じようなあのコイルだろうし、あ、そうか、RBA がね、まだないんですよね、これは。ビンチはまだ RBA キットは出てないです。こっちは RBA キットは出てます。出てるけどね、あれちょっとね、難しい。あれはなかなか難しかったです。あの前の動画を見ていただけると、あの私が非常に困ってる姿が見られます。まあ、そんなとこでしょうか。ご参考になりましたかね。価格差もほとんどないでしょうね、今はないでしょうし、見た目もまああまり変わらないし、ね、どっちがお好みですかね。悩ましいとこではありますけども、やっぱなんとなくね、香りが出る気がするんですよね、ブープーの方が。あ、ブープーというかビンチの方が。でストレートなリキッドの味を楽しみたい方はこちらですかね。まあタバコとかなんかそういうフルーツというよりは
なんたらマキアートとかそういうやつのはこっちかなって気がしますね。で多分添加をする方、塩とかそういう方はこれじゃなくていいような気がしますね。多分ね、この NTL 具合が調整が非常に難しいというか、まあ、調整できないですけど、多分これじゃねえなってなっちゃうかもしれない。はい、そんな感じですね。今回は、ブープーさんのですね、ビンチやってビンチと、スモックの RPM の比較を交えながら、簡単なご紹介をしてみました。いかがでしたでしょうか。はい、またぜひね、他の動画もご覧になっていただけると幸いです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。